医薬品メーカーのピップが10月5日道頓堀のピップ看板をピップ時計台にリニューアルしました。同日に行われた点灯式では藤本久志社長らが点灯台のスイッチを押すとブラックアウトされていたピップ時計台が点灯し、時報を知らせるアニメーションが流れました。ピップ看板は1982年に蟹道楽道頓堀本店ビルに壁面看板として設置し、1994年に現在の道頓堀観光ビル屋上に移動しました。グリコサイン、雪印メグミルクネオンなどと並ぶ道頓堀のシンボルとして長い間親しまれてきています。点灯時間は9時から翌1時、アニメーションによる時報は9時から24時の毎時0分の45秒前から上映します。以上、難波経済新聞でした。